第2次キャメロン内閣は2015年5月7日に実施された庶民院議員総選挙の結果を受けてデイビッド・キャメロンが首相に任命され組閣したイギリスの内閣である。前第一次キャメロン第2次改造内閣までは保守党と自由民主党の連立政権であったが総選挙での勝利により保守党単独政権となった。 2016年6月に実施された欧州連合からイギリスが離脱するか残留するかの是非を問う国民投票の結果を受けてキャメロン首相は新しい保守党党首が選出された後に首相を辞する考えを示したキャメロン首相は7月13日に辞任しキャメロン内閣で内務大臣を務めていたテリーザメイが新たな首相に就任することが2016年7月11日に 発表された。キャメロン首相は財務大臣にジョージ・オズボーン、内務大臣にテリーザ・メイ、外務、英連邦大臣にフィリップ・ハモンド、そして国防大臣にマイケル・ファロンを留任させる閣僚人事を2015年5月8日の午後に発表した。オズボーンは前内閣でウィリアム・ヘイグが保持していた名誉職である筆頭国務大臣の称号を与えられた。 他の閣僚人事については党首内に発表された。前内閣でコミュニティ大臣を務めたエリック・ピックルズは内閣を去り、ナイトの借与授与された。現内閣ではピックルズに代わり、グレック・クラークが同大臣職を務める。マイケル・ゴーブはクリス・グレーリングに代わって司法大臣に転任した。グレーリングは新たに庶民ミ員内総務となった。複数の空席となっている。 閣僚ポストは、以前、自由民主党が担っていたが、後に保守党の大臣によって、空席を埋められた。すなわち、ビジネス大臣、エネルギー大臣、スコットランド大臣、財務省主席担当官の、各大臣には、サジード・ジャビド、アンバー・ラット、デイビッド・マンデル、クレック・ハンズが、それぞれついたほか、ジャビドが前任者の文化大臣には、ジョン・ウィッティング・デールがついた。 マッシュー・ハンコックが新しい内閣府担当大臣に就いた一方、マーク・ハーパーは合部に代わって院内幹事に就任した。アナスーブリは小規模ビジネス、産業、事業担当大臣に任命された。また、プリティ・パテルは新しい雇用担当大臣に任命され、ロバート・ハルホンは無認証大臣となった。略称については以下を参照。ありがとうございます。